先日の初心者向け編成動画でほうれん草を紹介してしまい誠にごめんなさい。今はもらえないほうれん草味クッキーを紹介しちゃったのよね。ほうれん草はストーリーでクッキーもらえなかった頃、初心者向けイベントでもらえてたクッキーなんだぜ。そこと混同しちゃってたよ。だから今回は、今、メインストーリーでもらえるクッキーで、強いクッキーを紹介するよ。それが今走ってるビートとヨーグルトなのね。今回はちゃんともらえるか確認してきたんだぜ。ビートを確認したところでヨーグルトも大丈夫そうだと思って切り上げたけど、ダメじゃん。ちなみに他にももらえるクッキーはいて、キャプテンアイスとかいるけど、今回はもらえる中で強い子を決める戦いだから、明らかに弱い子は除外してるよ。上級者的にもらえるクッキーの中で強いのは、このビート、ヨーグルト、人参の3枚なのよね。人参はバトンタッチ5枠で確定、5はビートとヨーグルトの一騎打ちなんだぜ。そしてその様子がわかりやすいように同時スタートさせてみ画面で見ていくよ。この2枚はどちらも昔の大型アップデ後に強化されていて、キャプテンアイスとか大型アップデ前のクッキーとは差があるよ。そう考えると全クッキーは、大型アップデ前のクッキー、大型アップデ後に実装、強化されたクッキー、最近のクッキーで分けられるんだな。大型アップデ前のクッキーはもう弱弱だね。まあそんな情報はどうでもいいんだけど。ちなみに宝物は先日も解説したけど、選出理由は永久に強い宝物だからね。スコアだけを出す宝物はクッキーと同じようにインフレのせいで使えなくなっていくし、これからずっと使えるこの3つを最初に育てるべきなのは間違いなし、誰が何と言おうとここだけは譲らないね。育てる順番はエンジンコンパス地図でいいと思うよ。宝物はそんなところだけど、このビートとヨーグルトはどっちも育てた方がいいのかというと、競技で使うのはどっちかだから、どっちかだけでいいよ。でもリレーではたくさんのクッキーが必要になるから、育てることにはなるんだけどな。ビートと人参、ヨーグルトと人参、どっちかでいいね。そんなところでこの2枚の違いについてだけど、ビートは回復があって、ヨーグルトはダッシュがあるね。でもビートの回復は回復の中でも弱い方で、クッキー自体もダッシュ能力ないから、あまり距離は走れないかも。ヨーグルトもダッシュあるけど回復ないから似たようなもんだね。どっちもほうれん草よりは強いけど、最近のクッキーと比べたらやっぱり劣っちゃうね。あくまで序盤用のクッキーなのかなって思うよ。それでめんどくさいから結果を言うと、最終スコアは同じくらいだったよ。今のスコアはヨーグルトの方が高いけど、そこはベッドが加点か回復かの違いだね。回復持ちは長く走れる分のんびりスコアを出していくんだ。他に何か質問あったら受け付けるよ。でも質問って難しいよね。質問した時はすごく聞きたいと思ってることでも、回答来る頃にはどうでもいいって思ってること多々あり、気分や名だけかな。割とそういうことがよくあるんだよね。改善方法としては衝動で質問しないことだね。なんならググればいいし。クッキー欄はググっても出てこないし、ググっても意味ないっていう先入観はあるよね。でもクッキーの好物とかはググったらまとめてくれてる人の記事とか見つかるんだぜ。ググるのが苦手な人はともかく、情報業者の皆さんは自分で調べるといいかも。でも質問してくれた方がどういう情報を求められてるのか分かっていいかも。視聴者さんの協力のもとアイルーチャンネルはできてます。視聴者式アイルーチャンネル。ところで最近昔やってた放置ゲームをまたやり始めたんだけど、放置少女のせいで放置ゲームへの熱が戻ったのね。せいって。でも最近の放置ゲームは放置とは名ばかりに、やること多くて放置できないの多いよね。自分は高校に年間をかけてアプリでマリモを育成してたことがあるけど、やることといったら1週間に1回ボタンをタップして水を変えるだけだったよ。あのマリモが気づいたら死んでた時と、鬱が悪化し始めた時期は一致するかもしれない。で、出た何でも関連付けやつ。この構文も見かけなくなったね。割と好きだったんだけど。あと昔にマザイって言葉を流行らせようとしてるオタクたちいたけど流行らなかったなって思ってたら、最近使ってる配信者見かけてあらまってなった。スラングとかって気に入った人は使い続けるよね。自分もお盆のみお盆ごっていうのをどこかで見てから、お盆のみを見るとお盆ごって頭によぎるようになったよ。死後になっても人の心には残り続けるから、死後なんてないのかもしれないね。死後の妖怪が発生しないように配慮する人間の鏡。人々のマイナス感情が形になるとかそういう作品は多いからね。ここでクソデカ文字。文字がでかいからといって何もないんだよ。デザインとかレイアウトの技術も発達して、知らず知らずのうちに目線を誘導されてたりするよね。まあスマホって同じようなところ見てたら画面全部見えるからいいんだけど。あー視力への懸念。視力と歯は早く医療発達してほしい。歯並び悪いとか見切れなくて、胃腸の負担増えて、胃腸環境悪化して、脳に悪い影響を与えて、鬱になる。そんな SF を妄想してる。それなんかの歌詞だった気がする。そんなあからの部分だけね。そんなわけでヨーグルト編成は終わりそう。合区6500万ね。それで言い忘れてたけど、どっちを育てるべきか。統治法、どっちも同じようなスコアだからどっち育ててもいいし、リレーもあるからどっちも育てるなら、飽きないように交互に使ったりするといいね。キランをやり込む秘訣は楽しむことじゃよ。クッキーの魅力を感じつつ、熱を入れ込みすぎず、モチベは得た時には一気に楽しむ。そんなアイルーはここ数日ログインしてませんでした。ギルバと走れてなくてへこんでる。ギルバと走らない人は働いてない人と同じですからね。ゲームでもニートなのね。でもゲームに参加できてないってことはリアルが充実してるってことだからそれはいいことなんじゃないかとそれがしは思う所存でありますがね。うるさい、おつぶた。のし。